佐世保の方まで行こうかなと思ってるんですけどね。途中ね、乗り換え時間が50分間あるところがあって、そこは小倉駅なんですけどね。小倉駅。そこでちょっとだけ自転車に乗ってみようかなと思うんですけどね。まあ、小倉で降りるんじゃなくて、手前の門司で降りて、小倉駅まで行くみたいなね。そんなことやってみようかなと思いますね。反対方向。広島駅方面の各駅停車が入ってきましたね。こんな感じですね。横川駅からね、岩国下関乗り換えで、門司まで行きますね。門司からね、小倉の間ね、小倉でさ、乗り換え時間があったので、その時間を利用してね、門司から小倉までね、自転車に乗るなんていうことをやってしまいましたね。始発のね、電車に山陽本線に乗ってですね、僕の旅の2日目がこうやって始まっていくんですね。結構ね、始発でもね、どこ行ってもね、学生がいるんだよね。もっと昼間からね、出かけられる高校とかね、学校に行けばいいのになと思うのにね、そんな感じで始まっていきます。次の日ですね。広島から門司駅までですね、青春18切符リンクをいたしましたね。で、小倉で乗り換えがあったので、手前のね、門司駅で降りて自転車に乗って小倉駅に行くというね、そういうことをやっております。12月の15日ですね、2021年でございます。横川駅のね、ネットカフェ、始発の電車に乗ってね、山陽本線、岩国へ乗り換えて、下関へ乗り換えて、門司港10時16分に到着いたします。そして自転車に乗って小倉駅に向かっていきます。青春18切符使ってるので、安く行きますね。早朝でございますね。ドアの脇のところにね、自転車を置くしかないですね。だんだん外が明るくなってきましたね。これは岩国の駅かな、北海道の駅かなと思いますね。ドーナツと横川の駅を近くに行ってね、食べたりしてますね。下関かもしれないね、もしかしたらね。岩国へ乗り換えて、そしてね、これね、門司駅に着いたところね、改札出たところですね。近くに海もあるし山もあるみたいなね、門司港ですね。なんかいつも通り過ぎちゃうんですね。本当はね、門司港駅とかね、行ってみたいんですけどね。余裕がないんだな、いつもね。門司港駅。小倉よりも、そんなに栄えてないような印象がしますけどね。門司港駅に行った方が、もっと栄えてるのかもしれないですけどね。九州の旅が始まっていきます。まず上陸したのが小倉区ですね。門司区ですね。そして小倉北区の中にある小倉駅まで自転車移動しますね。結構建物建ってますね、駅前はね。そしてですね、小倉からね、また臨行してですね、鳥栖の方までね、行くんですね。長崎本線っていうんですかね、そっちの方に
乗り換えて進んでいく予定でございます。九州はね、過去にもね自転車旅で来ていてね、まだ行ったことはないところをね今回埋めていこうかなという、そして自転車でね文字駅から小倉駅にたどり着いたところですね。こっからまた青春18切符輪行いたします。小倉駅でございますね。小倉駅からねずっとね、行くんですね。そしてこれがね小倉駅、久留米行きの各駅停車ですね。まあ快速かもしれないね。で先週18切符輪行をしてですね、小倉はいいですよね。駅そばがまだ存在してて、ね、いい駅だなと思いますね。途中ね戸畑という駅ですね、橋が見るのが印象的な駅になります、ね、戸畑でございますね。橋の上車が動いているのが見えますね。まあ、まあ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 、そして最近新しくなった駅でね折尾駅っていうところもね通ってきましたね。なんか風景が変わってなんか寂しくなるなみたいな印象がありますね。どんどん街並みが新しくなっていくという感じですね。そんなこんなで九州の旅が始まっていきます。まあ青春18切符を使うときはね目いっぱい鉄道乗って、使わない日はね目いっぱい自転車乗りたいなというそういう感じですね。これはねどっか途中なんですよ、どこかわかんないんですけどね。結構団地的なね建物が並んでおりますね。またとある駅に差し掛かりましたね。まあ途中で、ね、動画の説明をしたいなと思います。ののち自転車全国市区町村旅の旅498から522日まで、2021年の12月14日から2022年の1月7日まで旅した、まあ2021年12月から出発したよちつまの輪行旅、2021年12月九州、ちょっとくどいねこれ名前が。まあここら辺切っちゃっていいのかな。よちつま輪行旅2021年の12月九州編、青春18切符も使った輪行旅でございますね。そしてですね、一番まあ広島とかにも泊まったと思うんだけど、まあ主に九州ね、42週目あたりからの旅になります。何道か分まとめて説明いたします。初日はね青春18切符輪行をしてですね、この広島の西区の横川駅の近くに泊まりましたね。まあいつも泊まったことのあるネットカフェのところですね。で次の日また青春18切符を使って門司駅、九州福岡県の門司駅で降りてお隣のね小倉の駅まで自転車移動しましたね。鉄道で乗り継いでも同じ時間帯の列車に乗ることになるので、その空き時間を使って自転車に乗りました。そして鳥栖で乗り換えて、一応鳥栖駅でも足を地面に下ろしたということで、で、そのままね、肥前山口駅だったかな、この北町まで行きますね。で、こっから、自転車に乗ってですね、ここ滋賀県ですね、滋賀県の大町
町、そして白石、そして御嶽、そして嬉野、また白石に行って、そして鹿島市、そして大田良な、田良町まで行って、そして輪行して北町で乗り換えて、まあ途中飛ばしてですね、佐世保市まで行ってネットカフェに泊まると。この広島西区なんかはね、他の時も旅しておりますね。で、この佐世保市も以前に来たことあります。で、でですね、次の日、このね、平戸市でね、一回降りたんですね。でもまた同じ列車に乗るというね、長時間列車が止まっていたんです。そして伊万里市でバスに乗り換えたんですね。そして唐津市は以前にも来たことあるところ、ここから鉄道輪行して福岡県、この伊万里市、平戸は佐世保と平戸は長崎県で、こっから佐賀県ですね。そして唐津も佐賀県、伊東崎市というのが福岡県でございますね。まあ途中で降りたり乗ったりしながら西区に行きますね。こっからね、自転車に乗って城南まで行こうかなと思ったら雨が降っちゃったんで、仕方がなく、あ、違わない。この佐原から自転車ですぐのね、城南に行こうかなと思ったら雨が広すぎてですね、レインコート着るのめんどくさくて、地下鉄でぐるりと回ってですね、まあ天神の乗り換えがきつかったんですけどね、天神中区で乗り換えて、それで城南のどっかの地下鉄の駅まで行って、で地上に上がって、それでまた折り返して天神で乗り換えて、西鉄に乗り換えて、南区の大橋だっけな、そのどっかの駅で降りてバスに乗って、春日市と中川市の境目に、博多南駅、新幹線の車庫のある駅まで行って、そこから新幹線の各駅停車、新幹線の車両なんだけども在来線扱いの特急料金いらないやつに乗ってですね、で博多で乗り換えて、で春日で乗り換えて、ここはね以前来たことあるんですね。そして海町まで行って、輪行して降りてですね、引き返して途中、スエでね降りてまた乗るみたいな、自転車に乗ってない、まあちょっと雨も降っていたんでね。そしてですね、粕屋町に戻ってきて、本当はね、もっと行きたかったんだけど、雨がだんだんひどくなってきちゃったんで、どうしようかなと思って、安宿に泊まるか、ネットカフェに泊まるか、大雨の中ですね、なるべく濡れずに行ける場所として、東区にあるホテルに泊まったんですね。で、次の日、朝ね、列車に乗って、博多、博多のどこかの駅で乗り換えて、博多までは行かなかったんじゃないかな、手前ぐらいの駅で、で笹栗というところまで行って、そして粕屋町まで戻ってきて、また
雨が、一つね、一つね、降りる駅がね、快速でね、通過しちゃって、笹栗まで行っちゃって、各駅停車に乗って戻ったんだな。単線の路線なのにね、快速があったんだよね。まあ、乗り慣れてなくて。で、その駅から自転車に乗って、また笹栗のところを通って、東区の境目のところも通って、久山町を通って、そして、新宮町のところを通って、古賀まで行って、こっから輪行してですね、福津で降りてまた乗るみたいなことをやりながら、宗像も降りてまた乗るみたいなことをやって、でね、岡垣から自転車に乗ろうかなと思ったら雨でですね、駅の中で雨が止むのを待ってから自転車に乗って、恩賀とかね、芦屋っていうところを通って、若松区、北九州市の若松区の境まで行って、で、八幡西区の境も近くにあったので通って、水巻町に入って、仲間市、そしてまた八幡西区の境を通って、桑手町、そしてまたね、輪行してですね、野方市、のネットカフェにこの夜は泊まったっていう感じですね。この後はまた後日紹介しようかなと思います。まあ一応ね、ところどころ前にも来たようなところがあったんですけどね、2019年の10月とかね、2017年の12月とかね、まあそんな感じでちょこちょこ九州は来てるんですけどね。まあ44週目とか3週目とか48週目とかね、ところどころで50週目、52週目、54週目のエリアをまとめて旅をしております。のの時間、これまで旅した日数、あ、これ今回のやつが含まれてないですね。522日目、522日目、ですね、外国は韓国と台湾、そして、都道府県はもう47都道府県行っておりますね。そして市区町村の数は1619箇所、計算間違いしていなければその数になっております。計算間違いね、知ってるか知ってないかもう確かめようがない感じになっております。データがありすぎですね。で、今回はまあ広島にも寄ったんですけども、福岡と、佐賀県と長崎県の旅になっておりますね。まず福岡県内、今回の旅で初めて行ったところね、自転車旅として初めて行ったところは小倉北区。あ、ここはね、前行ったことあるんだ。文字区、糸島、そして西区、福岡市の西区、福岡市の早良区、中央区、城南区、南区、そして中川ってね、茨城県とかにもあったような気がするんだよな。あっちは町だったかな。
海町、須江、笹栗、久山、古賀、福津、宗像、岡垣、恩賀、そして芦屋、若松区、八幡西、そして水巻、仲間、中間と書いて仲間、そして倉手町、野方ね。で、37箇所、福岡県は行っておりますね。そして、長崎県も行きましたね。長崎県は初めて行ったとはなくて、今回はですね、佐世保はね、かなり前に行ってるんですよね。佐世保と平戸市。前回はね、気がついたら列車で取り過ごしていたんですけどね。でも今回、ちゃんと一回降りました。ちょっとね、そのね、悔しさがあったので、今回解消したかったんで。で、まあね、列車的には今回こういうところも通ったんですけどね。松浦市も通ったんですけどね。そうだな。諫早は通ってないか。まあそんな感じですね。そんな感じですね。で、あとは佐賀県は、まあ、鳥栖はね、昔に行ったことがあってですね、今回初めて行ったのが、これ鳥栖が2つ含まれておりますね。これが5になります。今回初めて行ったのが、江北、大町、白石、武雄、嬉野、鹿島、多良、伊万里ですね。全部で15箇所行ったので、さっきの集計が変わって、ここは1619、18ということになりました。全体的な位置関係、東京都世田谷区を中心としてぐるぐるの字を描きながら旅をしております。番号順的にはですね、小笠原もね、番号がつながっております。そして番号順的につながっているのがですね、この39周目ですね、北海道からずっと番号がつながっておりますね。山口市とかね、萩市とかつながって、北海道でまだね行ってないとこがあるので、北海道のねニセコ町を昔旅したことあるんですけど、まあ行ったことにして、その先がねつながっていない状態でございます。それで、今回の旅はですね、まあ広島県に一回泊まったので、出発してから広島市の西区に一回泊まったんですけどね、広島市はですね、一応38周目になっております。
そして、42周目の門司から自転車に乗って小倉まで行って列車に乗って、そしてね、トスっていうのが、トスっていうのはここですね。トスで一回乗り換える。49周目のトス駅乗り換えて、江北町から自転車に乗って52周目、江北、大町、武雄、からぐるっと回って、また白石、嬉野を通ったかな、嬉野を通って、白石、鹿島、多良まで行って輪行して、江北で乗り換えて佐世保に行って止まったと。で、次の日は、ここら辺電車で通って平戸まで行って降りて、また乗って、そして松浦市を通り抜けて、伊万里まで行って、伊万里からバスに乗って、ちなみに、このね、平戸とかね、この辺が、一応54周目ですね。54周目のエリア。で、伊万里まで行って、ここ、佐賀県ね。で、バスに乗って、唐津まで行って、ここも、滋賀県か。滋賀県だね。滋賀県じゃないよ。佐賀県ですね。佐賀県でございます。佐賀県のことね、滋賀県って言うんだよね。どっかでもそう言ってたかもしれないですけど、今訂正いたします、ごめんなさい。それでね、こっからね、唐津から列車輪行したんだね。糸崎市、西区、そして佐原、こっからね、佐原、地下鉄に乗って中央区通って城南まで行って、また引き返して中央区に行って、ですね、南区まで西鉄に乗ってバスに乗って、春日町も行ったんだ今回な。春日町と中川市の中間のところに博多南駅があって、そこからね、新幹線の車両を使った在来線運転のやつに乗って博多駅まで行って、乗り換えて粕谷町まで行って、だいたいここら辺が、48周目ぐらいですね。で、そして海、末、そしてまた春日町に戻ってきて、東区なんかを通って東区に泊まったんだね。で、次の日博多区も通ってから、粕谷町も通り過ぎて、笹栗まで行ったんだね。そしてまた粕谷町に戻ってきてから自転車に乗って笹栗の中を通って西区の境を通って久山町で古賀まで行ったわけですね。新宮町のね、一部を通って、それから古賀に行ったわけですね。そこから輪行してですね、乗ったり降りたりしながら、福津、そして宗像、
そして、岡垣。雨が上がるまで待ってから、オンガと芦屋の方に行って、そして、北九州市の若松区の境のところ、そして八幡西の境もあって、そこら辺を通ってからこの水巻を通って、また、八幡西区の境のところを通って、で、水巻町、通って、で、仲間を通って、その後に八幡西区の境を通ったかもしれないな。そして、倉手。そして、臨行して、野方市のネットカフェに泊まったかな。そんな感じだと思いますね。